この動画は、プログラミング学習用教材ロボット、ジュートレーサーを、組み立てて動かしてみる動画です。前回の動画で、部品の確認と組み立て前編を行いました。今回の動画は、組み立て後編と動作確認になります。基板にモーターホルダーを差し込みます。キャスターを取り付けた基板と、ホイールとモーターを取り付けたモーターホルダー2個を用意します。モーターホルダーの取り付けは、モータの端子部が基板のパッドに当たるように、場所を確認しながら行います。モーターホルダーの爪を基板の溝にはめ、カチッと音がするまで押し込みます。反対側のモーターホルダーも同様に取り付けます。パッドの位置を確認し、カチッと音がするまで押し込んで取り付けます。モーターホルダーの取り付けが完了したら、ジュートレーサーは完成となります。モーターホルダーを取り付けた時に、モーターの端子が基板の切り欠きから飛び出してしまうと、パッドから電気が流れずモーターが回りません。一度基板からモーターホルダーを取り外し、端子の角度を直して、改めて基板にモーターホルダーを取り付けましょう。単三電池を取り付けます。電池のプラスが基板の赤い部品側になるように、向きに注意しながら取り付けます。電池の残量が少ないと、モーターが回らない場合があるので、新品の電池を取り付けましょう。電源スイッチをオンにします。基板を裏面から見てスイッチを左側にスライドさせると、電源がオンになりプログラムが実行されます。動作確認を行います。電源がオンの状態で、センサを指で触って動作確認を行います。センサを指で触らない場合、左右のモータは動かず、本体後部の LED が両方点灯します。右センサに触ると、右モータが動き、左 LED のみ点灯します。左センサに触ると、左モータが動き、右 LED のみ点灯します。左右のセンサに触ると、左右のモータが動き、左右の LED が消えます。動作確認が完了したら電源をオフにしましょう。モータがうまく動作しない場合、組み立て不良の場合があります。トラブル事例と対処法をいくつか紹介します。モータホルダーが奥までハマっていない場合、電気が流れません。カチッと音がするまで押し込みましょう。基板のパッドとモータの端子の接触が悪い場合があります。モータを動かし接触位置を調整してみるか。モータホルダーを一度取り外し、端子の角度を調整してみましょう。端子を何度も曲げ戻しすぎると、端子が折れてしまう恐れがあるので、やりすぎないように注意しましょう。モーターホルダーとモーターの取り付けがずれている場合、モーターの軸とホイールが強く接しすぎて回らなくなる場合があります。モーターを一度取り外して付け直してみましょう。モーターが回るようになるまで調整しましょう。動作確認が完了したら、取扱説明書の裏面にあるラインコース初級で、ロボットを走らせてみましょう。紙をなるべくまっすぐにして、電源をオンにしたロボットをライン上に置くと、ロボットがラインをたどって走ります。太陽光が差し込む場所や、周囲の光によってはライントレースができない場合があります。
また紙に折れがあると、そこでロボットが止まってしまいますので、注意しましょう。次回はビュートレーサーのプログラミング環境を準備します。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。